コンパクトで、デザインがですね、特にこの足の形とか、古楽器の印象を、再現できてて、とってもこういわゆるキュートで可愛いと思いました。オリジナルのプレイヤーの、ってとってもそういう意味では、音の出るポイントとかモダンな楽器と随分違うので、やっぱりそれを再現するととても難しいので、難しいなりにできるのかなと思ってて、今日初めてちょっと弾いてみましたら、スイングルアクションの小さい音を出すのにものすごくコントロールが難しいところをうまく再現できていて、これはびっくりしました。ピリオド楽器が最近ブームで、これからもそれは続いていくと思うんですね。やっぱり原点に帰るという風潮になってきましたから。で、今のピアノで弾くショパンはモダンなショパンであって、それはそれで聞き慣れてますから、原点のやっぱりショパンがの時代の半音の半分低くて、ピッチが低くて、ショパンが描こうとした景色がに近いものが再現できると思うので、やっぱりそれは普通にお家にあるモダンなピアノではほぼほぼできないことなんですね。ピッチを半音の半分下げるということは、モダンなピアノにとってはとても危険なことなので、だからそれがボタンの操作だけでピッチをコントロールできるのと、それとやっぱり本物のプレイヤーから作った音じゃなくサンプリングしてるので、やっぱりその倍音の出方とかですね、そういうのも全部再現できるので、今のところ本当に忠実に、ショパンの、描こうとした景色を再現できるのではないかなと思います。ピッチは半音の半分、当時のショパンが作曲した頃のピッチに下げると、こんなに違うんだってことが、モダンな楽器と並べてみるとものすごく分かるんですね。これからピアノを始める子どもたちや、それをレッスンする先生のモダンな楽器を隣に置いてですね、それを比較できるっていうのが、やっぱり他ではできないことなので、それをやっぱり次の世代の子どもたちに教えてあげたいと思うんですね。はい、僕の、専門が戦前から100年ぐらい前までのいわゆるロマン派の時代の楽器の研究が、メインなんですね。それでモダンな楽器をずっとこう遡っていくと、やっぱりショパン、リストという、有名な作曲家の、リストが使っていたと言われる、エラールという楽器はですね、近代ピアノを遡っていくとそれほどなるほどっていう感じなんですけども、実はショパンがどうしても好んだプレイエルという楽器だけはちょっと違うんですね。それはフォルテピアノの時代の、もうすでに時代的には、時代遅れになっていた構造のまんま、それを変えさせなかったんですね。だからどうしてもプレイエルだけは現物を見て研究してみたいっていうのがテーマだったんですけども、それにはオーバーホールされていないオリジナルの楽器をずっと探してたんですね。そしたら、7年ぐらい前ですか、1843年、ショパンが33歳の時の楽器で、ベルサイユのエピネ子爵という人が最初のオーナーです。1843年7月18日に作られて、それで10月9日にその貴族の方が買われた楽器が出てきたんですね。で、それはそのまんま納屋の奥で置いてあったので、ほぼほぼオリジナル。で、だいぶ虫食いがあったので、そういうところを修正して、で弦とかは当然もう切れて使えないので消耗品ですから、フランスって面白い国で、いわゆる普通のピアノの弦を張っちゃいけないんですね。
古楽器用の弦がありまして、プレイル用の弦も3種類硬さがあって、同じ太さで、だからそれ、いうのを作ってるところがあるんですね。でそこから弦を取り寄せて、それでオーバーホールを、オリジナルのまんまの、研究用ですから、完成したということなんですね。古楽器とモダンな楽器の一番の重要な違いっていうのは、ピッチが半音の半分低くて、そして弦錐が短い、2メートルぐらい の長さの楽器で作曲してましたから、これはもう外せない条件なんですね。でこれで弾くと、おそらくモダンなピアノで慣れた耳にはえっと最初思うんですね、違和感が。しかしすぐに、あ、こういう曲だったんだっていうことが分かってくると思うんです。なのでオリジナルのショパンが描こうとした世界を再現するには、ピッチとそれと減衰の速さ、これだけは外せないっていうところが再現できるので、ものすごく興味深いし勉強になると思うんですね。